Namaste, konnichiwa. Nepal Nihongo Gakko no Taman Bora san to moushimasu. Honjitsu no Benden Daihai ni sanka suru koto ga dekite, totemo urishii ko omotemasu. Kyou wa Ryoshin to Kyoshi no tema de onashitai to omimasu. Doujo yoshiku onegai itashimasu. Minasan, saishou ni itochi shitsumon ga arimasu. よろしいですか？皆さんは神様を信じますか？もし同じ質問を私にされたら、私の答えは間違いなくノーです。なぜなら、私は両親と教師を信じているからです。私は神様よりも両親と教師を崇拝したいと思います。私たちの人生に欠陥のせないこの二つの柱、両親と教師に感謝の気持ちを表したいと思います。どちらも人の人生の形を作る重要な貢献と責任を持ってくれています。両親は私たちを海歩き方を教えてくれます。教師は私たちに正しい道を歩むことを教えてくれます。まず、両親の大切さを理解しましょう。私たちがこの世界に生まれてきた瞬間から、両親は人生初の教師として無条件の愛とご指導を与えてくれます。両親は子供たちの生活を楽にするために自分の望みや幸福を犠牲にします。両親は人間の生活に必要な公式と及び非公式の教育をすみません。公式と及び教えてくれます。次に、教師は2番目の両親と燃え上がっています。教師はインスピレーションの源です。私たちの人生に99の問題があるとしたら、教師は100の解決策を見つけてくれます。なぜ神様よりも両親と教師を崇拝するのかと聞かれるかもしれませんが、私の答えはとっても簡単です。両親と教師は両方とも燃えているろうそくのように自分自身を燃やしてまで私たちに光を提供してくれます。両親と教師は私たちの人生の成功と将来の大きな成果につながり、人生の危機的な状況と戦うことを教えてくれます。ある人はお医者さんが一番大切だと思うかもしれません。彼らは一日でたくさんの手術、治療などをします。彼らを崇拝すべきだというかもしれません。またある人は1時間で1000マイルの旅の可能にしてくれるパイロットが最も貴重で彼らを崇拝すべきだというかもしれません。しかし、両親が子供を産まなかったら、教師が教えてくれなかったら、この両方の職業を達することはできないと思います。これが私は両親と教師を信じているようです。両親のサポートと教師からいただいた教育と知識で、今私は日本で留学することになりました。日本語の教師のおかげで、日本語を話せるようになり、本日の弁論大会に参加することができたことは素晴らしいことではないでしょうか。お父さん、お母さん、そして私の人生につながっている先生の皆さん、私を大事に育ててくださって、本当に本当にありがとうございます。私のスピーチを終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。